南東端より、鶏、中島敦史。南洋群島島民のための初等学校を高学校というが、ある島の高学校を参観した時のこと。ちょうど朝礼で新任の一教師の紹介が行われているところにぶつかった。その新しい先生はまだいかにも若々しく見えるのだが、すでに高学校教育には長年の経験のある人だという。校長の紹介の辞に次いで、その先生が壇に上り、就任の挨拶をした。今日から先生がお前らと勉強することになった。先生はもう長いこと南洋で島民に教えとる。お前らのすることは何から何まで先生にはよう分かっとる。先生の前でだけおとなしくして、先生のおらんところで怠けとっても、先生にはすぐわかるぞ。一句一句はっきりと区切り、怒鳴るような大声であった。先生をごまかそうと思ってもダメだ。先生は怖いぞ。先生の言うことをよく守れ。いいか、わかったか。わかった者は手を挙げよ。およそボロボロなシャツや簡単着をまとった数百の色の黒い男女生徒が一斉に手を挙げた。よし!と新任の先生は特に声を大きくして言った。わかったらそれでよし。先生の話はこれで終わり。一礼の後、数百の島民児童の目が再び心からなる畏敬の色を浮かべて新しい先生の姿を仰ぎ見た。畏敬の色を浮かべたのは生徒らばかりではない。私もまた畏敬と惨憺の念を持ってこの挨拶に聞き入った。ただし、それ以外に若干の不審の表情をも私は浮かべたのかもしれぬ。というのは、朝礼が済んで職員室に入ってから、その新任教師は私のその表情に弁解するかのような調子でこう言ったからである。島民にはですな、あのくらいの調子で脅しとかんと、後まで抑えが効かんですからな。そう言って、その先生は、見事に日焼けした顔に白い歯を見せて明るく笑った。内地から南洋へ来たばかりの若い人たちは、こうした事実を前にすると、往々にして眉を潜めがちである。しかし、南洋に二、三年も過ごした人だと、もはやこのような事柄に何ら不審を感じない。あるいはこういうのが島民に接する最上の老練さだと考えもしよう。私自身について言うならば、こういう島民の扱い方に対して別に人道主義的な貧粛も感じないが、さりとてこれをもって最上のやり方と推奨することにも多分の躊躇を感ずる。断固たる強制一点張りが変に彼らを甘やかすよりも効果的であるのは言うまでもない。いや、困ったことに、周到な用意を伴った誠心誠意よりも、なおかつ単なる強制の方が良い結果を上げる場合が甚だ多いのである。もちろん、それが果たして彼らを振幅せしめてのことかどうか、それは疑わしいにしても、我々の常識にとって再び困ったことに、断固たる強圧が彼らを単に表面ばかりでなく、本当に心底から簡単感服せしめる場合も、確かにあり得るのだ。怖いと偉いとがまだ分化していない場合が多く、しかしいつでもそうかというに、必ずしもそう一律にはいかないように思われる。要するに、私にはまだ島民というものが飲み込めないのだ。そうしてこの島民の心理や生活感情の不可解さは、私にとって彼らに接することが多くなればなるほど、ますます増していく。南洋に来た最初の年よりも三年目の方が、三年目より五年目の方が、土人の気持ちは私にとって一層不可解になってきた。もちろん、恐れと敬いとの混同は我々文明人にもあるとは言える。ただ、その程度と現れ方とが非常に違うだけで、だからこの点についての彼らの態度も、それほどわからぬことはないと、強いて言えば言えるかもしれぬ。アンガウル島へ林口掘りに駆り出されていく夫を浜に見送る島民の女は、
船の友綱にすがってよよと泣き崩れる。夫の乗った船が水平線の彼方に消えても、彼女は涙に濡れたままその場を立ち去らない。まことに松良小夜姫もかくやと思われるばかりである。二時間後にはしかし、この可憐な妻は、早くも近所の青年の一人と肉体的な交渉を持っているであろう。これも我々にわからぬことはない、などといえば、世の婦人方から一斉に論断されることを受け合いだが、しかし、こうした気持ちの原型が我々の中に絶対にないという方があれば、それはあまりにも心理的な反省に欠けた人に違いない。スペイン領からドイツ領になった時、前夜までの忠実無比な下僕や隣人がたちまちに教官と変じてスペイン人を殺害した。これもまた、ラガド市の大学を訪れたガリバーほどに我々を面食らわせはしないであろう。ところが次のような場合、我々はそれを一体どう考えたらいいのであろうか。例えば、私が一人のドミンの牢屋と話をしている。たどたどしい私のドミンゴではあるが、とにかく一応は先方にも通じるらしく、元来が愛想のいい彼らのこととて、大しておかしくもなさそうなことを嬉しそうに笑いながら、老人はすこぶる上機嫌に見える。しばらくして、話にようやく油が乗ってきたと思われる頃、突然、全く突然、牢屋は口をつぐむ。はじめ、私は先方が疲れて一息入れているものと考え、静かに相手の答えを待つ。しかし、牢屋はもはや語らぬ。語らぬばかりではない。今までにこやかだった顔つきは急に釈然たるものとなり、その目も、今は私の存在を認めぬもののごとくである。なぜ、いかなる動機がこの老人をこんな状態に陥れたのか、どんな私の言葉が彼を怒らせたのか、いくら考えてみても全然見当さえつかない。とにかく、牢屋は突然、目にも耳にも口にも、あるいは心にまで熱い鎧胴を立ててしまった。彼は今や古い石の心臓を狂い包むだ。彼は会話への情熱をぷっつり失ったのだろうか。異人種の顔が、その匂いが、その声が、突然いとわしいものに感じられてきたのだろうか。それともミクロネシアの古き神々が、温帯人の侵入を憤って、不意にこの老人の前に立ちふさがり、彼の目を見れども見えぬもののごとく変えてしまったのだろうか。いずれにせよ、我々は怒鳴ってもなだめてもゆすぶっても決して脱がせることのできぬ不思議な仮面の前に呆然とせざるを得ぬ。こうした一時的地方の状態は、全然本人の自覚を伴わぬものか、それとも実は極めて巧妙に意識的に張り巡らされた煙幕なのか。それさえまるで見当がつかないのである。これはほんの一例に過ぎぬ。島民の部落に長い期間を過ごした者は、誰しもこれに似た経験をしばしば持ったに違いない。南洋に四五年もいて、すっかり島民が分かったなどという人に会うと、私は妙な気がする。ヤシの外れの音と干渉の外にうねる太平洋の波の響きとの間に10代も住み着かない限り、到底彼らの気持ちは分かりそうもない気が私にはするからである。どうもくだらない理屈めいたことばかりしゃべり立てたようだ。私は一体何を話すつもりだったんだろう。そうだ、一人の老人、土民の牢屋の話をするつもりだったのだ。その前置きのつもりで、ついこんなことをしゃべってしまったのであった。その老人はパラオのコロールに住んでいた。ひどく老衰しているように見えたが、実際は60歳前だったかもしれぬ。南洋の老人の年齢は点で見当がつかない。当人自らが年を知らぬということにもよるが、それよりも温帯人に比べて中年から老年にかけて急に激しく追い込んでしまうからである。マルクープと呼ばれたその老人は幾分せむしらしく、
いつも前かがみになって乾いた咳をしながら歩いていた。おかしかったのは彼の眼瞼が著しくたるんで下垂していることで、そのために彼はほとんど目を開けていることができない。彼が他人の顔をよく見ようとするときは、顔を心持ち仰向けた上、人差し指と親指とでたるんだまぶたをつまみ上げ、目の前を塞ぐ壁を取り除かねばならぬ。それが何かカーテンかブラインドでも巻き上げるような具合で、私はいつも失笑させられたものである。老人はなぜ笑われるのかわからないらしく、それでもこちらの笑いに調子を合わせてニヤニヤ笑い出すのであった。このような哀れな様をした愚鈍そうな牢屋がとんでもない食わせ者であろうとは、南洋へ来てまだ間もない私にとってすこぶる意外であった。その頃、私はパラオ民族を知るための一助にもと、民間俗信の心臓や紳士などの模型を収集していた。それゆえ知り合いの島民の一人から、マルクープ老人が比較的古実にも通じ、手先も器用であると聞き伝えた私は、彼を使ってみようという気になったのである。最初、私の前に連れて来られた老人は、まぶたを時々つまみ上げて私の方を見ては、私の質問に答えた。コロールばかりでなく、パラオ本島各地の信仰についても一通り知っているもののように思われた。その日、私は彼に悪魔よけのメレックと称するひげ面男の像を作ってくるように言いつけた。2、3日して老人の持ってきたものを見ると、なかなかうまくできている。礼として50銭紙幣を1枚渡すと、老人はまたまぶたをつまみ上げて紙幣を見、それから私の顔を見て、にやりとしながら軽く頭を下げた。以後、私はたびたび魔除けや祭祀用器具の類を彼に作らせた。小神子ウロガンや船形玉城カエップや大コウモリオリックや、わいせつなディルンガイ像などの模型を。模型ばかりでなく、時に本物をどこからか持ってくることもあった。取ってきたのかと聞いても黙ってニヤニヤしている。神様のものを取ったりして怖くないのかと聞くと、自分とは部落が違うから大丈夫だ。それにすぐ後で教会へ行ってお祓いをしてもらうから心配はないと言い、そっと左手を差し出して私に催促する。そんないらぬ心配よりも早く金をくれというのである。彼が教会と言ったのは、コロールにあるドイツ教会かスペイン教会のいずれかである。そこへ行って祭壇の前に一祈りすれば、古い神々を汚した恐れから容易に解放されるのであろう。紳士の大きさから考えても、白人の神の威力の方が優れていることは疑う余地がないのだから。2、3日でできる小物には50銭を、1週間程度を要するものには1円を、というふうに私は彼に与える代金の相場を大体決めていた。ところがある日、1個の小さな鳩型呉服の代金として私が例によって50銭紙幣を1枚彼の手のひらに乗せてやっても、彼は手を引っ込めないのである。まぶたをつまんで手のひらの上を見、それから私の顔を見てにやりとしてからまぶたの扉を下ろしたが、紙幣を乗せた手は引っ込めようとしない。こいつめ、と思って私が黙って彼の顔を睨んでいてやると、だが彼は自分に都合の悪い時にはすぐまぶたを下ろしてしまうので、その目の表情はわからない。しばらくしてまたまぶたをつまみ上げた。にやりと笑おうとして私の視線に合うと、慌ててカーテンを下ろしたが、それでもそのまま左手は出し続けている。面倒くさくなって、実践白銅を一つ手のひらの上に付け加えてやると、今度はごく細めにまぶたを開けて、私の顔は見ずに、口の中で礼らしい言葉をつぶやいて帰っていった。そのうちに60銭が70銭になり、70銭が80銭となり、まぶたを上げ下ろしするだけの無言の応酬の中に、とうとう1円にまで相場が競り上げられてしまった。値段ばかりではない。
製作品についても折々不審なことが現れるようになった。板に掘らせた太陽模様図カヨスの鶏の絵がだいぶ手を省いてある。ウロガンの模型もその構造が少々実物と違うらしい。かと思うと、彼の作ったカエップには余計な近代的装飾が勝手に加えられている。ちゃんと寸法を指定してやったものでも、とんでもないデタラメな大きさに作ってくる。昔の神事に使った極めて古いものだと言って、相当に高く売りつけられたものが、実はごく新しい偽物だったりする。私が腹を立てて叱っても、初めは自分の制作品が正確なことを主張して容易に譲らない。種々な動かしがたい証拠を示して決めつけると、ついにいつものニヤニヤ笑いを浮かべたまま黙ってしまう。カエップに余計な飾りをつけたのは、先生、私のことだ、を喜ばせようと思ったからだ、などということもある。模型は絶対に正確でなければならぬ。金が欲しさに怪しげな偽物を持ってきてはならぬ、と私が厳しく言うと、おとなしく頭を下げて帰って行く。その後、当分はちゃんとしたものをこしらえて持ってくるが、一月たち、二月たつうちに、また元のデタラメに戻ってしまう。気がついて以前買い上げた彼の制作品の全部を調べ直してみると、うかつにも半ば以上は、ごく気のつかぬ箇所で手の省かれた代物だったり、実際には存在しないマルクープじいさんの勝手な創作だったりした。当時パラオ地方に神様事件と言われるものが起こっていた。パラオ在来の俗信とキリスト教徒を混ぜ合わせた一種の新宗教結社が島民の間に出来上がり、それが治安に害ありとみなされて、神様狩りの名のもとに、その首脳部に対する手入れが行われていた。この結社は北はカヤンガル島から南はペリリュー島に至るまで相当根強く食い込んでいたが、当局は島民間の勢力争いや個人的反感などを巧みに利用して着々と摘発検挙を進めていった。刑務課にいる一人の知人からたまたま私は妙な話を耳にした。かのマルクープじいさんが神様狩りの主君者だというのである。よく聞いてみると、検挙は大部分島民の密告を利用するのだが、マルクープはその最も常習的な密告者で、彼の密告によって多くの大物が捕らえられ、老人自身もまたすでに相当多額の賞金をもらっているはずだという。もっとも、時には支援からその信者でないものまで告発してくることも確かにあるらしいが、とその知人は笑いながら語った。新宗派の聖者は知らず、とにかく密告という行為は私にとって甚だ不愉快に感じられた。数日後、マルクープ老人のちょっとしたごまかしに対してひどく私を腹立たせたものは、あるいはこの不愉快さだったかもしれぬ。実際、何もそんなに怒るほどのことではなかった。それはちょっとした細工の上の武将と、ちょっとした貪欲とに過ぎなかったのだ。それに対して私は、後で考えてみておかしく思ったほど、ムキになって怒鳴り立てた。老人はもはやまぶたをつまみ上げることも、薄笑いを浮かべることもやめて、神妙に、というよりあっけに取られたように、私の前に突っ立っていた。よせばいいのに、私はこんなことまで言ってしまったらしい。金が欲しさに、親しい友人まで裏切るような下劣なやつに、もう私の仕事は頼もうと思わぬと。その他何やかにや大きな声で、私は彼を叱りつけたようである。しばらくしてひょいと気がつくと、老人はいつか石のような無表情さになっており、私の声も聞かなければ、私の存在をも認めていない様子である。先ほど述べたあの不思議な状態、すべての感覚に蓋をした下界との完全な絶縁状態に陥っていたのである。私は驚いたが、今さら急に折れて機嫌を取るわけにもいかない。それに今となっては、何を言おうが何をしようが、
すべてを閉じ、丸くなって武装したアルマジロのように、彼は何者をも知覚しないであろう。沈黙の半時間の後、ふと我に返ったように老人は身を動かし、すーっと私の部屋から出て行った。1時間ばかりして、私は宣告。老人が来る前に確か机の上に置いたはずの懐中時計が見えなくなっているのに気がついた。部屋中探したが見当たらぬ。服のポケットにもない。父親譲りの古いウォルサムもので、塩気と初期とのために懐中時計の狂いがちな内容にあっても、容易に狂いを見せない上等品である。以前、マルクープがこの時計を、ことにその銀の鎖を大変珍しがって、手に取ってはおもちゃにしていたことのあったのを、私は思い出した。私はすぐに表へ出て彼の小屋を訪ねて行った。小屋の中には誰もいなかった。彼は独り者なのである。それから2、3日続けて毎日寄ってみたが、いつも小屋は空っぽである。近所の島民に聞くと、2日ほど前、本島のどことかへ行くと言って出かけたきり、帰ってこないのだという。事後、マルクープ老人は再び私の前に現れなかった。それから2月ほどして、私は東の島々、中央カロリンからマーシャルへかけての長期にわたる土族調査に出かけた。調査は約2カ年を要した。2年経って再びパラオに戻ってきた私は、コロールの町に著しく家々が増えたことに驚き、島民らが大変に如才なくずるくなってきたように感じた。パラオへ帰って1月も経った頃、ある日ひょっこりマルクープ老人が訪ねてきた。私が帰ってきたことを人から聞いてすぐにやってきたのだと言った。ひどいやつれようである。まぶたが両眼に覆いかぶさっているのは以前と変わりないが、歯でも抜けたように頬が落ち込んで、背中の曲がりようも前より甚だしく、それに何よりも驚かされたのは、声が非常にかすれてしまって内緒話のように聞こえることであった。全体の感じが2年前よりとうも年を取ったような具合である。以前の懐中時計の一件を忘れたわけではなかったが、この追い込んだ姿を前にしてはさすがにそれは言い出せなかった。どうした、大変弱っているようじゃないか、と言えば、病気が悪いと答え、実はそのことでお願いがあるのですと言った。老人は半年ほど前からひどく弱ってき、喉が詰まるようで呼吸が苦しいので、パラオ病院に通っている。しかし一向に治りそうもない。いっそパラオ病院を辞めて蓮華さんのところへ行ったらどうだろうと思うのだが、と老人は言った。蓮華というのはドイツ人で、長くオギワル村に住んでいる宣教師だが、なかなか教養のある男で、それに相当医薬の道にも通じていたらしい。時々島民の病人を見ては薬を与えているうちに、その評判がパラオ土民の間に高くなり、パラオ病院よりもよく治ると本気で信じている島民も少なくなかった。マルクープ老人はパラオ病院に見切りをつけて、この蓮華氏のところへ見てもらいに行きたいのである。しかし、とじいさんは言う、パラオ病院は役所の病院だから、勝手にそこを辞めて蓮華さんのところへ行ったら、院長さんにも怒られるし、警務の人にも怒られる。まさかそんなことはあるまいと私は笑ったが、じいさんは頑固にそう信じていた。それで先生は、と私のことを言って、院長さんとコンパニー、友達だから、どうか院長さんのところへ行ってうまく話して、私が蓮華さんのところへ行くことを許してもらってください、と。しわがれた声でそれを言う態度がいかにも愛玩的で、また瀕死の老人といった印象を与えたので、私もその馬鹿げた依頼を引き受けないわけにいかなかった。院長のところへ行って話してみると、
あれはもう喉頭がんとか喉頭結核とかで、どちらだか今は忘れた。到底助かる見込みはないのだから、蓮華のところへ行くなりなんなり、もう本人の好きなようにさせた方がよかろうという。院長の許しがあった旨を翌日マルクープ老人に伝えてやると、ひどく彼は喜んだ様子であった。聞き取りにくい声で繰り返し繰り返し礼を述べ、かつて私がどんな多額の金をやった時にも見せなかったほど、幾度も幾度も頭を下げた。なぜこんなつまらないことをこんなにありがたがるのか。かえってこちらが面食らってしまったくらいである。その後、しばらく私はマルクープの消息を聞かなかった。三月ばかりも経った頃であったろうか。見たことのない土民青年が一人私を訪ねてきた。マルクープに頼まれてきたものだと言い、手に下げたヤシの葉のバスケットを私の前に差し出した。ヤシの葉の荒い網目の間から一羽の雌鶏が首を出してククーと鳴いた。この鶏を届けるように頼まれたのだという。マルクープはその後どうしている？と問えば、10日ばかり前に死にましたという返事である。喜んでオギワルの蓮華のところへ治療を受けに行ったが、病気は少しも良くならず、とうとうその村の親戚の家で死んだということであった。なぜ鶏を私などへ送るように遺言したのだろうかと聞いても、若者はぶっきらぼうに、知らぬ。自分はただ個人の言いつけ通りにことを運んだまでだ、と答えてさっさと帰って行った。二三日後のある夕方、また一人の別の土民青年が私の家の裏口から入ってきた。不愛想な顔をして私の前に立つと、驚いたことに、この男もまた、鶏の入ったヤシの葉のバスケットを差し出した。マルクープじいさんからと言っただけで、怒ったような顔をしたその若者はくるりと後ろを向いて、また裏口から出て行った。すぐ翌日、また一人来た。今度は前の二人よりよほど愛想のいい、年齢も少しは上らしい男である。マルクープの親戚だと言い、死んだじいさんに頼まれましたとて、ヤシバスケットを差し出した。今度はもう驚きはせぬ。また鶏であろう。そうだ、鶏であった。なぜこんな贈り物を私が受けるのかと聞くと、じいさんが生前先生には大変お世話になったと言っていましたから、と言った。なぜ三羽も、それも三回、別々の人間に持たせてよこしたのか、という私の疑問については、その島民は次のような説明を与えた。おそらく一人だけに頼んだのでは、猫ばばされる恐れが十分にあるゆえ、老人は万全を期して三人に同じことを移植したのであろうと。島民の中には約束を守らぬ者が多いですから、というのが最後にその島民の付け加えた言葉である。島民の生活において、鶏がいかに大切なものとされているかを熟知している私は、三羽の生きた雌鶏を前にして少なからず感動した。しかし、それにしても、死んだじいさんは一体院長に斡旋した私の親切、もしもそれが親切と言えるならばだが、に対して報いたのだろうか。それとも、かつて私の時計を失敬したことに対する謝罪のつもりだろうか。いやいや、あんな昔のことを彼が今まで覚えているはずがない。覚えていたにしても、その償いのつもりならば、当の時計を返してよこせばいいのに。あのウォルサムは一体どうしたのであろうか。いや、あの時計自体よりも、あの時計の事件によって、私の心象に残された彼の寛悪さと、今のこの鶏の贈り物とをどう調和させて考えればいいのだろう。人間は死ぬ時には善良になるものだ、とか、人間の性情は一定不変のものではなく、同じものが時によく、
時に悪くなるのだ、とかいう説明は私をほとんど満足させない。その不満は実際にあのじいさんの声、風貌、動作の一つ一つを知り尽くして、さて最後に、それらからはおよそ期待されないこの三話の面取りにぶつかった私一人だけの感ずるものなのかもしれない。そうしておそらくは、人間はというのではなしに、難解の人間はという説明を私は求めているのでもあろう。それはともかくとして、難解の人間はまだまだ私などにはどれほども分かっていないのだという感を、ひとしお深くしたことであった。